こんにちは。気になるニュースを毎日新聞の記者や専門家が深掘りするマイモク。今日のテーマは竹下恵子さん、国連 WFP 協会ルワンダ視察を振り返るです。放送中、皆さんからの質問やコメントを募集しています。毎日新聞の公式 Facebook ページにコメントを書いていただくか、 Twitter でハッシュタグマイモクをつけてツイートしてください。特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画 WFP 協会の親善大使を務め、10年目となる竹下恵子さん、これまでセネガルやフィリピン、スリランカ、スーダンの食糧支援の現場を視察してきました。先月上旬にはルワンダの農村部や難民キャンプを視察しました。その時の様子が毎日新聞8月14日朝刊に掲載されています。こちら人というコーナーです。こちらネットでも記事読めますので、ぜひ読んでみてください。実際にどのような現場だったのか、また10年親善大使を務められている理由などを今日はお聞きしていきたいと思います。それでは竹下恵子さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹下さんは、はい、女優業でお忙しい中、すごいいろんなボランティア活動ですとか、活動されていて、はい、東日本大震災の被災された方の体験記を朗読する活動もされていらっしゃるんですね。そうですね。2012年からは毎年東北に行って、はい、それは語り継ぎというテーマで体験を朗読という形に作品として、はい、私が紹介させていただいています。はい、阪神大震災のいろんな活動もされていらっしゃる。そのきっかけになったのが阪神淡路の大震災で、はいはい、復興支援コンサートに途中からなんですけどね、はい、私が関わっていて、はい、それで毎年ほぼ神戸だったんですけれども、うん、通っていく中で東日本大震災も起きたので、うん、その神戸の思いを東北へっていうことで神戸の皆さんも参加されて、はい、それで私も一緒に行くようになりました。そうなんですか。はい、で今回その国連 WFP 協会の親善大使を10年目ということなんですけれど、はいはい、最初のきっかけというのは何だったんですか。WFP 協会ができた時点で顧問というような立場で、応援しますと言って私も手を挙げたんですね。はいはい、でも今 WFP 協会の会長さんが日清食品の安藤幸喜さんなんですが、はい、安藤会長に代わられた時に、あ、じゃあ竹下さん親善大使になってみたらと言われて、はいと言って私もすぐ手を挙げました。そうなんですか。はい、その一番最初に手を挙げたきっかけが、その子どもの頃脱脂粉乳を、はい、それが知らないでしょ、中島さん。それを言うと同世代の人はみんなすごく親近感を持ってくださるんですけど。そうなんですか。もうすごくまずくって、こうなんていうんですかね、アルミみたいなミルクのカップにこう出さ、うん、私たちがお給仕をしてそれを飲むんですけど、はい、なんでこんなまずいものと思って、うん、でもこれどうも何かアメリカのなんか人たちがくれたらしいよとかって子供時代に言っていたのが、はい、いわゆるその戦後のその、国連の支援だったということが後に分かり、はい、あ、私たちもおかげでこうやって元気で健康でいられるということが分かったということもあったので、はい、何か今度は私がお手伝いをして、貢献できることがあるならばということで。そうなんですか。はい、自分たちが支援を受けてきたから今度はお返しをしたいという、はい、そういう思いで活動されているということなんですね。はい、そうですね。はい、ルワンダは7月7日から6日間、はい、ルワンダ訪問されたということなんですけれど、はい、その時の様子をその VTR にまとめていますので、まずはそちらをご覧ください。わかりました。これが移動中の様子ですね。そうですね。はい、都市部からはだいぶ離れてますね。小学校を訪問した時ですね。はい、校舎ですね。暑そうですが赤道直下の国なんですが、でこの赤土はもういかにも暑いという感じですが、標高が高いので、はい、そこまで暑いなとは思いませんでした。朝晩は10度台になってた。そうですか。意外と過ごしやすい。みんなが大好きな給食の時間ですね。これ何を食べてるんですか。これはキャッサバですね。2日のものが後で詳しく聞いてみましょう。はいはい、でもたくさんだと思うでしょ。はい、あれが彼らの1日の食事です。あ、
じゃあ1日の食事を学校 で、はい、で食べるということで、ね、はい、お家で食べられない子どもが多いです。これはとてもルワンダらしい千の丘の国と言われているので、はい、ほとんどが丘陵地帯ですね、はい、これはもう首都は、これは首都キガリ、もう全然違うでしょ、さっきの農村風景とはね、あのこんなコンベンションホールがあって、とても発展目覚ましい国でもあります。でもまあ何時間か車に乗るとこういった農村地帯が広がっているということなんですね、はいはい、自然がたくさんあってとても綺麗な村ですね。そうですね、あの日本の棚田のような、ね、風景がそこここで見られるんですけれども、はい、あの気候変動の影響などもあって、はい、その耕作地が減っていったり、はい、そしてあの飢餓人口というのが、まあ、あのルワンダだけではなくて全体に増えているということもあって、この国もやはり3割ぐらいの人が今飢餓の状態にあるということでした。はい、これは母子栄養支援の現場ですね。可愛いですね、子どもたち。はい、ルワンダに行かれたのは初めてだったんですか？初めてです。あ、そうですか。小さいんですよ、四国ぐらいなんですって。アフリカっていうとほらとても大陸でしょ、大きい国と思うんですけれども、はい、もう小さい国の中に難民キャンプがあったり、いろいろなところを見てきました。そうなんですか、はい、まずその降り立ってそのルワンダのイメージってどうでしたか？思ってたのと違いましたか？まず最初にイメージで私がルワンダというと、はい、あの IT 立国で、そして治安もいいし、はい、そして女性の社会進出が目覚ましい国、はい、だからこう私たちがお手本にしたいような国なんだろうなと思って行ったんですね、はい、でも貧困率も高い、飢餓の人も多いということで、どっちが本当なんだろうと思ってそれを確かめたい気持ちがありましたが、はい、確かに都市部はとてもあの整然としているし、はい、あの快適で、はい、あの都市部の写真をちょっといくつか見ていきたいんですが、はい、まずこのルワンダの場所、アフリカのここにあります、はい、隣にコンゴ民主共和国、そしてタンザニアに挟まれてます、はい、そしてこちらがその首都のキガリですね、はい、高層ビルも立ち並んでいるし、はい、綺麗なホテルもいくつもあったりして、はい、リゾート地かなと思うような一見ですね。まずルワンダに降り立つと、はい、この風景をまず目にすることになる、首都に入ったらということなんですね。あのエコへの意識もかなり進んでいて、これ同行した記者が撮った写真なんですがスーパーマーケットですね、はい、ビニールが使えない、はい、ビニールはもう禁止、はい、私たちもプラスチックバッグが持ち込めないっていうので、はい、あの入る時にちょっと緊張しましたが、はい、もうあの全部のお店でこの紙バッグですね、はい、プラスチックのものはあのビニール袋、いわゆるレジ袋とか、はい、そういうものはもうあります、徹底してますね。そうですか。なので環境立国でもありますね、はいはい、まあ、こういったこう進んでいる部分もありつつ、はい、ただ農村部に行くとまだまだ格差が大きいということなんですね。はい、はい、そうですね。その格差を目の当たりにした時はこうどう感じましたか？あのまず行って皆さんの生活ぶりを見ると、子どもたちは裸足ですし、そしてあのちょうど乾季ということもあったんですけれども、あのなかなかその工作をして、まあ、主な産業の一つが農業なんですけれども、農作物を作っていくのも大変だろうなというのも見ましたね。ああ、そうですか。はい、もうこの先ほどの VTR を見ると、竹下さんはもう、はい、あの子どもたちにもうダンスで迎えられてもうすごく楽しい時間も過ごされたのではないでしょうか？そうですね、あのルワンダの人たちはあのお米が主食っていうこともあって、うん、まあ、それ以外にも、まあ、じゃがいもとかいくつかありますが、はい、ほぼほぼこう農耕民族なので、はい、私たちとすごくこう近しい部分も感じて、はい、でこうやってこんにちはって言うと、はい、こんにちは、あ、シャイなんですね。でも難民キャンプに行くと、それはあのコンゴの難民キャンプだったので、はい、子供たちはもうパーッと遠くから寄ってきてくれて、はい、もうすぐこうやって、はい、手つないだりそうギュッてこうハグされたりとかですか？もうとても元気で、はい、そうなんですか、はい、まあ、の日本人からするとどうしてもこうルワンダというと、はい、まあ、の100日間で80万人が犠牲になった大虐殺というイメージがどうしても大きいんですけれども、ね、ちょうど25年だったんですね、はいはい、その記念の週間に私たちが滞在していたということもあって、はい、あのその虐殺以降の
取り組みというのも町で行き来することができましたよ。そうでしたか、はいはい、それはまあ、あのルワンダの皆さんもすごく大変な思いして乗り越えようと思ってらっしゃると思うんですが、 その取り組みを見てどう感じましたか。とてもこう例えばその民族の違いをこうお互いに言わないとか、一つにまとまるっていうことの意識とか、それからコミュニティを大事にする意識であるとか、そういったことも街の様子を見ていて感じました、はい、あ、そうなんですか、わかりました、はい、ここからもう一人ゲストをお呼びしています、はい、国連 WFP 協会の広報殿岡瑞希さんにも参加してもらいます。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつもは広報の仕事をされているそうですね、はい、広報って例えばどんなお仕事があるんでしょうか。そうですね、まず WFP のことについて知っていただくということと、あとはその飢餓問題ですね、はい、国連 WFP が撲滅したいと言って、飢餓ゼロを目指しているので、その飢餓問題の啓発など、はい、広く行わせていただいてます、はい。今回ルワンダは一緒に、そうですね、竹下さんとはもう3回目ですね、はい、あ、そうなんですか、はい、ルワンダ と、スーダンと、はい、あとはスリランカですね、はい、そうなんですか、ご一緒させていただいてます、はい、います。で、まあ、今回は、まあ、いろんな農村部を回ったということなんですけれども、はいはい、FFA と RWEE というプロジェクトを視察されたということなんですが、まずこの FFA というのはどういうプロジェクトなんでしょうか。そうですね、国連 WFP の支援、まあ、緊急支援ですとか母子栄養支援ですとか学校給食支援などいろいろあるんですけれども、その中でも自立支援というものの一つで、これは中長期的な支援になっています。というのは支援というのは有限で、いつかやめなければいけない、なのでやめた後にどうなるかというところ、その持続可能性を見たもので、具体的にはこの地域の経済の発展とかに資するようなものを作ることに対する労働の対価として食料支援を行うというものです。例えば自然災害など起こった時に橋が壊れてしまったり道路が壊れてしまった時に、それを修復するために地元の人たちを雇用して、その労働の対価として食料支援を行っていく。なので食料支援を行っている間は食べるものにも困らなくて、はい、終わった後はその地域の経済の活性化に役立つようなものが残るという、はい、そういう支援です、はい、あとは農作物を育てるところから始めるというような支援もあるんでしょうか。そうですね、はい、農作物、はい、今回みたいな支援ですかね、はいはいはい、こちらこのような、あ、これは、そうですね、はい、農作物を育てる支援、はい、まあ、そういうのもしてるんですけれども、はい、その前にこのもともとここ実は湿地帯で農業全然できてないところだったんですね。でやはりこう自然災害の影響が大きくて、はい、大雨ですとか洪水などが多いんですね。で、まあ、斜面が多いのでルワンダはほとんど斜面なんですね。なのでそれによって地滑りとかが起きてしまって、その農作物を育てるのが難しくて湿地帯も多いと、はい、なのでそこをこう開墾してですね、はい、まずその畑にしていくという作業に対する労働の対価として食料支援を行っていく、はい、そういう仕組みなんですね。そうですね、まあ、そこにプラス今おっしゃったようなその農業を育てる技術を教えていって、まあ、それを学んでいただく対価として食料支援を行っていくと、そういうところもやってます、はい、こちらが実際に働いているところですね。そうですね、はい、こういったところも視察されたんでしょうか、はい、これはジャガイモの畑ですね。あ、そうなんですか、はい、どうですか。結局棚田もありますけれど、ここは谷合いを、うん、なかなか安定したその農作物を取るため の、うん、場所としては今まで今殿岡さんの話にあったように確保できなかったんですけれども、うん、はい、用水路を整備するであるとか、こうやって皆さんが開墾していくことで安定的に作物が取れるようになっているっていうのを実際に見ることができて、はいはい、ちゃんとこう成果が見えるという現場でしたね。そうですね、ここはもともと農業できてなかったんですけれども、うん、今三毛作ができてるって聞きましたよね。あ、そうでしたね、はい、そうそうなんですか、はい、そういったこう育てるのが難しいところでどうやって育っていくのかっていうことを学びながら、そうですね、食料を得ることができるっていうプロジェクトなんですね、はい、それともう一つ
RWEE、はい、こちらはどんなプロジェクトですか、ね、これは農村部の特にその、まあ、農村部の方が貧しいので、はい、農村部の女性の生活向上を目的とした支援になっておりまして、はい、でまあ、その貧困層の中でも実は4層に分かれていて、うん、そのうちの下から2層に対する支援をしています。で特にやはりこの女性進出が目覚ましいという国の印象あるんですけれども、うん、実際のところはそうでもなく、あのまだ女性の DV の問題があったり、あのすごく子どもの数が多いので女性がやはりこう働きづらい環境だったりというのがありまして、はい、そういう方たちの収入向上をサポートするために技術支援ですね、はい、なので、まあ、その農業でいくとこの、品質管理の方法を教えたり、うん、はい、でまた、そうですね、うんと、マーケットへの売り方を学んだり、はい、会計学を学んだりという、そういうことを、教えたりしていますね。はい、そのこう進出が目覚ましいと言いつつそうでもないというのは、こう格差がやっぱり仕事に就ける女性とそうでない女性がいるということになんでしょうか。そうですね、都心部と農村部の格差は大きくありますね。そうですね、はい、都心部だとどんどん勉強して学校に行って仕事に就くということができるけど、農村部だとなかなか難しい、そうですね、昔ながらの生活を、ね、している人たちもまだまだたくさんいましたよね。そうですね、そうなんですね。でその、プロジェクトの写真がこちらですね、はい、これは何をしているところの写真でしょうか。これはですね、あの WFP が、支援している、農業組合ですね、はい、250人くらいのメンバーがいるんですけれども、はい、ここに対して先ほどの、支援を、しているんですけれども、はい、でこの収穫物が、まあ、もつができたというのを見せてくださったという、はい、そういう場ですね。そういうところなんですね、はい、この次のたくさん収穫ができましたという報告だったんですね、はい、できましたということですね、はい、こちらはその支援しているその女性のプロジェクトのリーダーグループの、はいはい、リーダーの方が、はいはいはい、とても嬉しそうに、はいはい、これはあのグループを作ってリーダーを設けて、はい、でそれをプロジェクトを進めていくっていうことをしているということなんですね。そうですね、やはりあの個人だとなかなかこうあの生産性を上げることができないので、はい、この組合を作っていくということも WFP はあの推進していまして、はいはい、で特にこういうあの社会的弱者にあたる方々はこう集まることで、この組合としての貯蓄ができたり、そういうようなことが、まあ、できていくというような、まあ、その農業作業するための機械とかもシェアできると、はい、そういうためにまあ組織化をさせていって、そのリーダーがいらっしゃるという、はい、すごくしっかりした方で頼もしかったですよ、はい、そうですね、はいはい、あの一緒にお写真撮られてましたが、この、その農作物を見たりとか、まあ、交流をされたんですね。はい、そうですね、はい、あのそうそう、あのここに行く途中にすっごいスコールがあったんですよね。寒気なんですよ。それなのにざーっと雨が降って、はい、やっぱりこれはまさしく気候変動だわと思ったんですけれども、そうですか、はい、でそういう中でもこういうあの支援を受けることによって収穫量がとても増えて、うん、私たちが教えてもらったのは4ヶ月間で3トンだったトウモロコシが 20.5 トンまで、そんなに、はい、すごいでしょ。そういうことが実際にこうできる、なかなかあのルワンダの女性もまだまだお家にこもりきりの人たちというのも多かったそうで、はい、でもこういったあの労働ができる、みんなで集ってその自分たちでこう自立していこうを考えるっていう、すごく皆さん前向きで明るい表情でお話をしてくれました。それだけの成果が出るっていうのはやっぱりそのチームワークとか、そうですね、そういう設備を共有することでこう、そうですね、クオリティが上がるね、それもありますし、うん、やはりこの品質管理ができるようになるっていうのが大きいっていうふうにおっしゃっていて、はい、あのやはりこう気候が厳しいので、あの収穫してもマーケットに出すまでまたマーケットが遠かったりするので、その間に腐ってしまうとか、はい、そういうあのフードロスが日本とは異なる形で出るので、うん、そうですね、そのきちんとした保管方法などを知ることで、きちんとあの、まあ、マーケットに出せるとか、あとはまあそのおっしゃったような機械とか使って組織化することで生産性を向上していくというところで、7倍の収穫というのはすごく嬉しい、すごいですね。でもそのノウハウを
そうやって生かしてこうちゃんと成果を出してるっていうところがすごく嬉しいですよね。そうですね、はい、本当に皆さんの力がすごいと思います。支援に頼りきりではないところを感じました。そうですよね、はい、それとあのルワンダの農村部だけではなくて、はい、そのルワンダにはですねその周辺国から難民が来ているということで、はい、今回その、コンボの難民キャンプも視察されたということなんですが、はいはい、どのような様子でしたか。あのやはり他の場所もそうですけれども崖っぷちのようなところに小屋掛けのような泥の壁で、うん、そしてあのお家の中も見せてもらったんですが、はい、あのもう狭い家ですよね。もちろんあの電気も水道もないところです、うん、でもあの子どもたちはとても明るくたくましく、うん、そこで育っている様子も見られました、はい、でまず食べることが最重要になってきますので、うん、WFP の活動に対しては皆さんとても感謝をしてくださっています。そうですか、はい、とのかさんはいかがでしたか。そうですね、あの2012年から、ま、長くいらっしゃるわけですよね。であの皆さん口を揃えて竹下さんがお尋ねになると必ず故郷に戻りたいです、平和が訪れたらっておっしゃるんですけれども、実際今そういう状況ではないので、この長期化しているこの難民キャンプ生活が長期化してしまっている。でそれは本当に初めて私もそのお家の中とかあの見ましたけれども、あの本当に厳しいんだろうなっていうのが見て取れたので、まあこういう方たちのまあ尊厳を守りつつ支援していくことは重要だなというふうに感じました。はい、ちょっとその時の様子を VTR がありますのでご覧ください。どうぞ。すごいですよね。はい、はい、洗濯物干してますね。そうですね、はい、でもみんなねおはようおはようって声かけてくれるんですよ、とても明るいの。そうですね、はい、実際見てくださいこの斜面、雪崩などが起きていて、はい、それを修復も難民の方々がしているというところでしたね、はい、あ、これは洗濯、これは水汲み場所といったらいいんでしょうか。洗濯もしてますね、はいはい、洗濯をしたり飲むための水を汲んだりする、みんなあの自分たち用のポリタンクを持ってきて水を汲みますね、はい、それを持って、はい、子どもたち、はい、これ学校ですね、小学校、はい、あ、赤ちゃん、あ、違う、母子支援の現場ですね、はい、はい、失礼しました。かわいいでしょ、赤ちゃん、あの元気そうに見えますけど、でもあの測定するとやはり小さいですね、はい、赤ちゃんたち、ね、はい、これは何を配っているんでしょうか。栄養強化食品ですね。これは、はい、これは月に1回の、はい、あの現金支給の現場になります。キオスクって言ったらいいんですか、このお母さん、小さなこういうものを売っているお店で、女性が今あのデビットカードのようなカードを持っていって、はい、あの本人確認をした上でこうやって現金を受け取って、そして自分の必要なものを、まあ、食料が主ですね、はい、好きな量だけその支給された額の中からお買い物ができるという、はい、IT を活用して ICT を活用した支援ですね、はい、今あのやはりこう支援規模ってどんどんあの大きくなってしまっているので、こう食料支援の効率化、はい、限られた支援金を、はい、効率的に使うという意味でもこういう ICT が活用されてます、はい、こういったあの決まった食べ物を配るだけでなくて自分で決めてこういうものが必要だっていうのを決めて、はい、はい、買ってもらうという支援もあるということです、はい、これが小学校ですね、はい、学校給食ですね、学校給食ですね、はい、お粥のようなものと言っていいんですか。そうですね、これはあのトウモロコシと大豆の粉を溶いて、それにビタミンですとかミネラルを添加したようなものですね、はい、そうなんです、はい、これをあの飲む食べるだけで栄養がちゃんと取れる。そうですね、で先ほどご覧になっていたあの学校給食は、はい、トウモロコシの溶いたものに豆をかけています。なるほど、はい、美味しそうでしたね、はいはい、では、ちょっと質問が来てます、はい、今回の視察に密着したドキュメンタリー番組はないのですか。あ、作っていただきたいです。そうですね、はい、まあ、短いものは毎日新聞のサイト で、ね、はい、ご覧いただけますからね、ダイジェスト版が、はいはい、まずそれをご覧いただいて、はい、あのニュースサイトで
なんて検索、毎日動画、毎日動画というあのコーナーが毎日新聞のサイトの中にありますので、そこであの竹下さんの視察の様子がご覧いただけますので、ぜひそちらを見ていただいて、はい、まあ、でもきっとこの方は2時間ぐらいたっぷり見たいというかもしれませんね。思いますで、とても嬉しいです。人がそこにいますので、素材はたくさんあると思うので、はい、よろしく、ね、作りますって。本当ですか？嬉しいな。ぜひ実現してほしいです、はいはい、ぜひちょっと期待したいと思います、はい、それとですね、あの10年前のキャンペーンに、そうなんです、これが、ね、はい、今回の一つの大きなミッションでなるんですけど、はい、こちらホープっていうこの広告、あーって思ってる方が多分いらっしゃると、ね、ちょうど10年前に流れましたね、思います。でこれがどんなものかというと、これは2009年7月のこの食料支援ニュースレターというこれに載ってるんですけれど、はい、学校給食支援新公共広告キャンペーン、ホープを消さないでというキャンペーンでして、これはどういったキャンペーンだったんでしょうか？そうですね、あの学校給食支援を知っていただくと、でホープっていうのはその子どもたち、学校給食支援っていうのは子どもたちの栄養改善を目的としてるんですけれども、はい、実際まあ多くの子どもたち、学校に行かせてもらえず貧しいと家の手伝いをする子が多くって、うん、まあ勉強する機会がないんですが、学校給食があることでその子どもたちが学校に来るチャンスができる、うん、親がまあ積極的に学校に行かせるようになるんですね、うん、なんでまあそれによって就学率も出席率も上がってくるんですけれども、はい、で退学率は減ってくるんですが、あのその子どもたちが勉強することで、新しい未来が開けてくるということで、はい、学校給食支援はその子どもたちに栄養と希望をというふうに言っているので、はい、それでホープということで、まあ交通広告でしたり、あとはテレビの CM などで、はい、ご覧になった方もいらっしゃるかなと思います、はい、電車でよく見かけました。あ、そうですか、テレビでも、はい、はい、そうですね、うん、子どもたちとてもね学校が好きで、うん、勉強も好きで、はい、聞くとあのお医者様になりたいとか学校の先生になりたいとか、うん、みんなその夢を持って通学してますね、はい、その目がキラキラしていてとても可愛いんですよ。あ、この、はい、あのポスターもみんなすごくいい笑顔してますよね。可愛いでしょ。可愛いですよね。でここに写ってる、はい、王のこのカップを持ってるのが、2009年の時に、8歳だったクラリスさん、女の子、はいはい、それとこの T のこの黒板を持っているジャン・クロード君、この時10歳、はいはい、この2人の今に竹下さん会ってきたんですよね。そうなんですよ、はい、もう本当に会えるのかしらって、はい、これもあの半信半疑だったんですけれども、はい、でもあの母校に行ったんですね、はい、そしたら彼女は今高校生で、はい、当時10年前はなかった、はい、あの校舎だったんですけれども、はい、同じ学校にその高校と、はい、高校生として通っていて、あ、すごい、もうねモデルさんみたいに綺麗なの。クラリスさん、こちらクラリスちゃん、カップを一緒に、はい、同じに美人でしょ、うん、でね歌手になりたいんですって。あら、そうなんですか。だから撮影の合間に、ね、歌を歌ってくれてとても上手でした。あ、そうなんですか。はい、この2人が、その10年前にモデルを務めてくれた2人で、そう、脇の2人は、今の小学校の現役の小学生、大きさも分かりますよね。10年経つとこんなに成長するんだっていうことが、うん、はい、はい、でジャン・クロード君がこちらですね。もう20歳の社会人でした、はいはい、どんなお仕事されてたんですか？彼はあのマカデミアナッツを、うん、あのに関係する企業に勤めてる、はい、作ってる、はいはい、そうなんですか、はい、マカダミアナッツがすごく有名なんですよね。良質なものは取れるらしいですよ、はい、お土産で私も買いました、はい、あ、これこれ、これお土産美味しいんですよ。これマカデミアナッツハニークランチ、すごい美味しそう。はい、とっても美味しいです。あ、生姜とかシナモンとかいっぱいかかっててそうですね、おつまみに良さそうな、いいですね、もうおやつにもね、なくなっちゃいます。こういうお土産もあの充実してるんですね。そうですね、はい、ちょっと富裕層のところで買ったんですけどもね。そうなんですか、はい、まあ、ジャン・クロードさんはマカデミアナッツのお仕事をされて、まあ、いずれは経営者になりたい。あ、そうなんですか。そういう夢を持てるためにもやっぱり食料支援っていうのがすごく大切ですよね。そうですね、6年間給食をね食べて、うん、そして勉強もして、はい、集中して勉強することで将来への夢をね持てる、うん、とても
有意義なことだと思います。そうですね、学校に行かないとはやはりこう自分の親の仕事しかわからないわけですよね。なので、まあ、農家なら農業ですし、下手したらゴミ拾いをしている親のところだとゴミ拾いが自分の仕事になってしまう。それがまあ学校行くことでこういうふうに未来が開けてくるということで、この学校給食支援がなかったらこの10年後こう違った形だったんだろうなというふうに思いましたね。そうですね、例えば同じ農園で働くんでも経営者を目指すぞというふうな視点で働くのと、こう働いてあの辛いって言って終わるのとまたちょっと違いますよね。そうですね、はい、そうですね、あの今年でこういった活動されてきてあの10年目を迎えられたということなんですけれども、そうなんです、驚いちゃったの私、はい、10年続けるって大変じゃなかったですか。いやでも気がついたら今日だったっていう感じでしょうか。そうですか、はい、まあ、あのこれまで海外は5カ国、はい、私も視察に参りましたけれども、はい、もうそれぞれの国でみんな前向きにたくましく生きてるんですね、うん、でそこでまず思うのがその食べることというのは命に直結していますから、うん、あのその重要さということも感じましたし、うん、で今私たちはとても日本ではあの快適に便利に豊かに暮らしてますけれども、でも私がこの10年あの過ごしてきた中では東日本大震災があって、その時に私は震災後の本当に数日後たまたまロンドンに行ったんですが、そこでねあの地元紙を広げたら被災地の現状と同時に原発事故のその模様、放射能の拡散の予想、メルトダウン、全部活字になってたんですね。でそこに意見広告で日本の子どもたちに救いの手をっていうのがあって、もう私 それを見た時にもう胸がいっぱいになったんですが、いつも私たちはというか私は無意識に日本は手を差し伸べる側というのを思ってたんですけれども、あっという間に立場が変わるわけですね、はい、で実際に帰ってきて10月に私も宮城県に行った時に WFP の大きなテントがね、女川だったと思いますけれども建てられていて、そこでまあ皆さんあの復興に向けて日々生活をしていらっしゃるのを間近に見て、だから決してその豊かだから余裕があるからってことではなくて、お互い、まあ、お互い様というんでしょうか、そうですね、手を取り合っていくことがあの大事だっていうことをその時にとても強く感じました。だからあのこういうアフリカに、まあ、例えば今回ルワンダに参りましたけれども、その私たちがその遠い国っていうふうにまずね思いがちですけれども、はい、でも日常の中で私たち食材を見ると遠いところからのものがたくさん日本には入ってますよね。それを考えると決して遠い国の出来事ではないし、はい、お互いにこう助け合って支え合っていくことで今回の子どもたちもこうやってたくましく育っていってくれるようにね、それは決してその私たちとは無縁のことではなくて、私たちも一緒にそこでこう育っていく、そういうふうに思ってこの10年来たのかなというふうに思います。確かにその支援というとお金を持っている人がとか、あの発展した国の人がするものっていう思い込みはどうしてもありますよね。もうそうじゃなくて助け合いなんだということがすごく大切なんですね、まあ、その遠い国のことじゃないんだと今竹下さんおっしゃってましたけれども、まあ、日本人にですねこうその協力していく支援していく助け合っていくということに関して、何かこう望むこととか、期待することっていうのがないですかというふうにお聞きして、ちょっとこちらに書いていただきました、はい、まず殿岡さんから、お願いします。はい、自分ごととして考えてみると書かせていただきました、はい、これはどんなメッセージが込められてますか。そうですね、あの今竹下さんのお話にもありましたけれども、私たちも先進国途上国ではなくて地球市民であって、あのどちらが支援するとかされるとかではなくて、まあ、お互い様でいつ私たちが支援される側に回るかわからない、
ですけれども、どうしても飢餓問題って人ごと遠い国の話というふうに考えられてしまうので、少し踏み込んで自分のこととして考えていただけたら嬉しいなと思ってます。で、私も実際なかなかこう飢餓っていうのピンと来ないところはあったんですけれども、自分の娘が今、2歳8ヶ月なんですけれども、この間手足口病になって食べられないんですよ。食べられないです、飲めない、食べられないで1日だけなんですけれども、それでもすごく親としては心配なんですね。できっとその難民の方って何日間も飲まず食わずで歩いてきてっていうこともありますし、来てからも決して食べ物豊かにあるわけではない。なので同じ親としてどれくらい辛いだろうなと、そういう食べられないこと、食べさせてあげられないこと、なのでそう考えて少し自分事として気つけて考えていただくと、この飢餓問題っていうのはちょっと自分事として考えられるかなと思います。日々私たちどっちかっていうと食べ物を捨ててるじゃないですか。そうですね、はい、こういう、今は世界中に世界人口を賄うだけの十分な食料があるので、やはりこの捨てる国と、食べられない人たちがいるので、そういうことも少し念頭に置きながら自分事として考えていただけたら嬉しいなというメッセージです。分かりました。竹下さんはお願いします、はい、こちらのメッセージです、はい、知ること、そして一歩前へと書きました、はいはい、まず今この地球で何が起きているか、飢餓っていうものはどういうことなのか、私ができることは微力なんですけれども、こういった今回の視察などを通して少しでも現状を皆さんに知っていただきたいと思います。そうすることで殿岡さんが今おっしゃったように、その自分のこととして考える、そのきっかけができると思います。で、そしてじゃあどうすればいいのという時に、例えば日本ですと、さっき赤いカップでみんな給食を食べていましたけれど、レッドカップキャンペーンというものがあって、はい、そのレッドカップが印字されている商品があります、はい、お菓子でも学用品でも、そういったものをいくつかある中で選ぶのであれば、レッドカップのついている商品を手に取ってみる、はい、でそういうふうに参加することで、またよりその意識というのも関心もおそらく高まっていくと思うので、はい、そんなふうにして続けて、まず一歩、それから続けていただければありがたいなというふうに思います、はいはい、竹下さんに一つ質問が来てます、はい、日本の子どもたちに伝えたいことは何ですかという質問が来てます。ね、本当に今の日本の子どもたちは恵まれてます。だから貧しいっていうことを知らない子どもがすごく多いです。もちろん貧困家庭はありますよ、ありますけれども、でも例えばご飯が食べられないっていうのはどういうことなんだろう、お水、蛇口もない、お水がお家にない、じゃあそれを2時間歩いて汲みに行くってどういう生活なのとか、そういうことをまず想像してほしいと思います。で、知らないことは調べるツールはたくさんあるので、まず知って、想像して、でもそんな厳しい環境の中でも明るく頑張って生きている大人も子どももいるんですね。で、そういう人たちにとって幸せって何なんだろうっていうことに心を向けてもらえたら嬉しいですね。そうですよね、はい、もしかしたら、私はちょっと勝手な思い込みかもしれませんけれども、ここで今ご紹介したような、例えばクラリスちゃん歌手になりたいって、そういう夢があって、そのためにこう毎日毎日勉強してる、そういう子たちの方がこう自分の身近なところで幸せっていうものをすごく感じてるかもしれないですね。だから今何気なく毎日送っているお子さんたちでも、ご家庭の中で話し合っていただいて、飢餓の問題を一つのテーマにして話し合っていただければなと思います。そうですよね、はい、ルワンダでビジネスされてる日本人にももうたくさんいるっていうふうにさっきお聞きしましたので、そうですね、はい、そういったこう、じゃあルワンダで仕事してみようとかいいです、ね、そういうふうに言ってください。もいいですよね、はいはい、ビジネスチャンスは
あると思います。スタートアップしやすいらしいですよ。そういうあの一緒にビジネスをして一緒にこう問題を解決していくというような方法もありますよね。世界からの支援はとても重要ですが、ルワンダ政府はどんな施設、対策を取っているのでしょうかということですが、まあ、IT 立国、でもあのかなり有名ということですけれども、はい、そういったあの貧困ですとかそういったことの対策ってどうなっているんでしょうか。そうですね、でも実はあの見ていただいたあのルワンダでの学校給食支援は、WFP からもハンドオーバーされていて、あのルワンダ政府が行っている支援なんですね。なのであのルワンダとしても特にその貧しい地域の、学校給食支援を運営していたりということはしているんです。はい、であの、まあ、WFP が支援しているところでも必ず政府との連携っていうのはありますので、そういう形であのサポートはしていただいています。あ、そうなんですね。はい、そうそう、あの私たちがさあの難民キャンプの中の小学校に行きましたけれども、難民の子どもたちだけが対象ではなくて、近隣のルワンダの子どもたちもそこで机を並べて一緒に給食を食べて一緒に勉強している姿も見ました。そうなんですか。そういうふうにあの地域との連携もうまくいっている例も見ることができましたし、政府のその立ち位置というのもそこで感じることもできました。そうですね、あの最初に FFA のところでもご説明させていただいた通り、支援って有限でいつか終わるので、あの学校給食支援も、最初は WFP がスタートするんですけれども、だんだんこう、手渡していくっていう、あの地元の、国にですね手渡していくっていうところは重視しているので、そこでルワンダ政府はすごくあのきちんと対策を取られているなと、うまくいっているなというふうに感じます。そうなんですね。まあ、あのまたきっとルワンダを訪れる機会もあるのではないでしょうか。行きたいですね。行きたいですね。はい、今回会った子どもたちが少し成長した姿もまた見たいですよね。はい、会いたいです。はいはいはい、他にこう行きたい国って今後あります？国ですか？はい、いやどこでもいいです。どこでも行きます。支援現場であれば私どこでも行って見て、自分の目で見てみたい。はい、どこ行きたいなとかあります？私ですか？竹下さんにお供します。竹下さんとどこ行きたいですか？竹下さんが訪れていないのは中東ですかね。そうなんですね。なので中東というチョイスはあるかと思います。はい、ぜひ今後の活動も、はい、大変かと思いますが、よろしくお願いします。こちらこそ。今日は、はい、お忙しい中、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では今日の前目はこれで終了です。次回は8月22日午後4時からお送りします。テーマはどうなる日韓関係です。出演は毎日新聞外信部米村光一デスクです。日韓関係について解説をしてもらいます。では来週も見てね。見てね。